じゃあ始めます。お願いします。お願いします。きつきっちゃ8時ね徹夜です。徹夜です。いきます。はい。第2回 YouTube 企画会議これ吐きが本日プレゼンテーターを務めさせていただきます、スティーブ・コウヤと申します。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、早速ですが、本日のテーマを発表したいと思います。本日のテーマはこちら、新しい挑戦。おお。はい、こちらをご覧ください。はい、なんとですね、ありがたいことに現在小野優斗のフォロワー 4.6 万人を突破いたしました。ありがたいですね。ありがとうございます。ありがたい。なんとこれはですね、1ヶ月で3万2000人も増えてるんですよ。おお、すごい。もうこんだけね言葉が出てこもうこんだけ多くの方に新しくフォローしていただいたら、モノユートの活動をですね、多くの人に知ってもらえるんじゃないかということで、私たち大変嬉しく思っております。うん、はい。ただ今ですね、我々チームオノユートは深刻な問題を抱えております。何？はい、これが何なのか。それはこちらです。はい、これはですね、フォロワーの年齢層別、言葉が出てこフォロワーの年齢層別、グラフなんですけれども、こちらですね、なんと以前まで根幹を担っていた55歳から64歳の層が一気に減少しております、はい、その分ですね、ちょっとまあ若い若年層の割合がちょっと増えてるんですけれども、我々のもともと根幹を成しておりました55歳から64歳の層が、激減しております。そうそう、もともとそこの層が一番多かったもんね。そうなんですよ。うん、でこれはですね、大変深刻な問題なんですね。うん、はい、これどうしてかっていうと、この層はですね、これを持ってるんです。強靭なネットワークと強靭な結束力。うんうんうん、はい、これ何なのかと言いますと、はい、今ですね、 SNS 若者世代に人気です。これですね、うん、ソーシャルネットワークサービス、うん、はい、これで、まあ、いろんな方とつながってこう結束をこう結び合ってるんですけれども、先ほどのですね、層はですね、これとは別にですね、 MMN、うん、何か分かりますか？分からん。はい、これはですね、こちらです。ママネットワーク通称ママネットです、はい、ご存知でしょうか？うん、はい、私ですね、忘れもいたしません、ママネットの恐怖を知ったのは、中学1年生の頃です。うん、はい、恐怖ですよ、はい、中学1年生の頃、私初めて彼女ができました。うん、はい、当時中二病であった私は絶対に彼女ができたと親にバレたくない。あ、はい、絶対にバレたくないと、うん、だからですね、細心の注意を払って生活していたんですけれども、うん、はい、なんとですね、このママネットですね、うん、とてつもない、ネットワークを持っておりまして、はい、同級生の、親にですね、一人でも言おうもんなら、うん、なんと半日後にはですね、もう3人に知れ渡っております。ネズミ講座。いや、本当そうなんです、はい、1日後にはですね、もう9人のママさんたちに知れ渡る。うん、はい、私なんと2日目でお母さんから、こうや、あんた彼女できたと、と言われました。友達のお母さんは知っとったの？そうです。だから友達のお母さんからお母さん伝えで、僕のお母さんに、うん、はい、行って細心の注意を払って生活していたんですけれども、うん、もう2日後にはもうバレてました。うん、はい、そしてですね、もうこれだけではないんですよ。うん、とてつもないママネットの力ですね、私若狭サッカー少年団というサッカークラブに、おったね、はい、所属しておりました。はい、なんとですね、5日後には若狭サッカー少年団のお母さんにもこうや、あんた彼女できたと、と聞かれるぐらいものすごいネットワークを持っているんです。これ口コミ、噂ネットワークですね。うん、はい、これは本当に強靭なネットワーク。うん、そしてこのママネットですね、先ほども説明したように、強
事な結束力も持ってるんですね、はい、一度仲間と認めると本当に死ぬまでファミリー、はい、私小学校からですねもうかれこれ二十何年経ちますけれども街で、若坂サッカー少年団のお母さんに会うと必ず声をかけられます、うんうんうん、久しぶり妹に妹にへもう久しぶりこうやっつってあんたね中学1年生の頃ね初めて彼女できたもんねとかクソどうでもいい話をやってきます。へ、はい、妹に言われるんよ。未だに言われます。本当に一度ファミリーと認めたらもう死ぬまでファミリ ー, ー、はい、この層はですね小野優斗のフォロワーに絶対に必要なんじゃないかと私は思うわけでございます。なのに少なくなってしまった。だからですねこの層をなんとか取り込もうと、はい、したのが、ご提案させていただくのは今回の、テーマですね。新たな挑戦、はい、なるほど、はい、その、はい、若いサッカー少年団のお母さんはさ、はい、ずっともう何十年20年ぐらいってこと20年ぐらい言ってくれるって言ってくれます。こう久しぶり久しぶり何々のお母さんとそしたらその世代の人たちはやっぱ俺がこれからね、うん、アーティストとしてやっていく中であと20年30年見てくれるってことか。いやそうですよ。もう一回ファミリーと認めたら、うん、もう絶対にずっとファミリーなんで。なるほどね、はい、そのなんかまあ若い人たちにすぐまあフォローも簡単にするけどフォロー外しも簡単にしちゃうんですよ、うん、そうだね。ただこの層のママネットワークを持つお母さんたちっていうのは、うん、絶対にフォロー外しませんから。そうね、ファンになってくれる、はい、そう本当にファンになってくれるっていう大事な層ですね。若い子たちコロコロ変わるもんね。そうなんです。推しが、うん、そうコロコロ変わっちゃうんですけど、この層はですねもう揺るがない結束力がございますんで、うん、そうやね、はい、この層はもう取り戻したいというところでございます。実績もあるしね、はい、実績もあります。なるほど、はい、でまああわよくばですねこの層も取り込んだら一緒に取り込みたい層っていうのが2つございます、うんうん、それが25歳から34歳、うん、そして0歳から12歳、うんうん、はい、この層です。はい、これ何なのかというと、うん、ですね、私こう調べました。文部科学省のですねこのデータ調べると、うん、初孫ができるのがだいたい60歳前後らしいんですよ。へえ、はい、ということはこの層を取り込めばお孫ちゃんも取り込めると。61と62って半歳ですね。へえ、だいたいそれぐらいらしいです。うーん、はい、だからこの層を取り込めるとお孫さんも取り込めるしそのお母さんも取り込めるんじゃないかというところですね。この3つをグッと取り込む方法はないかと私考えました、うん、そして導き出した答えがこちら、うん、絵本。絵本、はい、絵本、まあもちろんね、うん、あお孫ちゃんは絵本大好きですし、そうだね、はい、おじいちゃんおばあちゃんは子供に お孫ちゃんにねあの絵本をプレゼントして嬉しいですし、うんうん、お母さんも嬉しいですし、そしてあのママネットワークでドンと広めてくれますから、うん、もし仮にこの絵本を完成させることができれば、うん、この3つの層をグッと取り戻すことができるんじゃないかと考えたんです。そうだね、はい、じゃあどんな絵本を作ればいいのかっていう話なんですよ、うん、そこで私調べました、はい、今現在ですねやば、はい、今現在発行部数ランキング、絵本の発行部数ランキングです、うん、1位いないいないば701万部。700っても聞いたことない、ね、そう、しかもこれですね、初めて初版が1900、ごめんなさいちょっと忘れたんですけど、めちゃくちゃ昔からずっとロングセラーのがずっと並んでるんですよ。もう何十年やもんね。そうだから一度愛されたらずっと売れ続ける、うん、我々借金画家にはですね、うん、非常にいいお小遣いになるんじゃないか、激戦すぎるやろ、はいはい、ただもう成功すればね、もしここに割り込むならとんでもないことになりますんで、これはちょっと狙っていけるんじゃないかなと。しかも全部あれやん、世界のやつやん。そう、世界の絵本ですよ。それ日本だけやもんね、多分その発行物。はい、これ日本だけだと思います。あ、そう、そうですよね、うん、この、ハラペコアオムシとか絶対そうですもんね。そう、それとかも世界のグリトグラとか、はい、そうなんです。へえ。で、私分析するとですね、なんとこの10位内に主人公が動物の絵本っていうのが4つもあるんですよ、うん、あ、そっか、はい、ということは、うん、動物は売れるんじゃないかと、うん、私思いました、うん、じゃあ動物を主人公にした絵本を作ればいいんじゃないかな、うん、何の動物にしようかなと思った時に、うん、そういえばゆうと先生なんか毎日勉強ノートとか書いてたなと思い出しました、うん、はい、こちら
動物の面白い雑学、うん、1番目僕ですねこれ結構面白くて、うん、ゴリラは求愛行動でうんこを投げる、うん、威嚇で投げる時もある、どっちかわからない、なんかこれちょっと面白くないですか、うん、これを題材に絵本作ってみました。はい、まあ、絵は描いてないですよもちろん、うん、はい、なるほど、お話を作ってみましたんで、うん、まあ、もしねこれが、うん、よかったら、うん、発行なんてしちゃったりして、うん、面白いんじゃないかなと思って作ってみました、うんうん、はい、こちらですね、うん、うんちを投げた、作金魚の糞、これ僕のペンネームです、うん、はい、え、こびたこびよ、うん、はい、俺のペンネームやね、はい、ゆうと先生のペンネームですね、はい、こちら、はい、おはよう、早く起きなさい、今日はまだまだ寝ていたい、ゴリラくんはうんちを投げた、うんうんうん、はい、ご飯できたわよ、今日はなんだかパンの気分、ゴリラくんはうんちを投げた。あのイライラ期の子供ですね、何に対してもイライラしてしまうっていう、ウケるんやけど、はい、ご飯を食べたら歯磨きしなさい、歯磨きなんかしたくない、うん、ゴリラくんはうんちを投げた。ああ、なるほどね、はい、結構ね絵本って単純なんで、そうやね、はい、歯磨きしたら着替えなさい、着替えなんてしたくない、ゴリラくんはうんちを投げた、うん、はい、着替えをしたら保育園、保育園なんて行きたくない、ゴリラくんはうんちを投げた。もうちょっとなんで、うん、はい、ゴリラくんおはよう、先生に挨拶なんかしたくない、ゴリラくんはうんちを投げた、うん、はい、ゴリラくんおはよう、あ、大好きなゴリラちゃんだ、なんだかすごく恥ずかしい、ゴリラくんはうんちを投げた、うん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 、はい、終わりです。もうなんかこのイライラと恋愛行動、うん、もううんちを投げるんですけど、まあ、どっちか分かんないっていう、まあ、ただそれだけのお話なんですけど、いいと思って、なんかちょっと面白いかなと思って、うん、はい、子供うんち好きやしね、そうなんですよ、子供うんち好きやし、うん、もういいんじゃないかなと思ってちょっとこれ作ってみました、うんうん、なんでもしですね、いいねが500いいね超えましたら、うん、いやいや無理ってやけ。ちょっと出版の方を、うん、考えたいなと思っておりますんで、ぜひですねグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。500って無理よ、500、いやいや、まあ、100超えるのがやっとなんやけど、まあ、ちょっと、まあ、ちょっとハードル高いじゃないですか、だって、うん、まあね、この絵本ってだから500来たら本当に求められてるんだなっていうところで、うん、500で求められとって500は求められてるよ、いつもの5倍ですから、うんうん、まあちょっとこうしたら考えてもいいんじゃないかなというところで、うん、ぜひ出版社の方もよろしくお願いします。最後ゴリラくんはうんちを投げたってあって、はい、その後にそのゴリラはうんちを投げるけど、はい、あの君はこうなんか言葉で言おうねみたい な、 なんかそういう教訓的なね、教訓みたい な、ね、なんか教えみたいな、なんかね入れたらいいかもしれないですね、なんかいいかもしれない、はい、そこはちょっと要相談で、そうや、まあ、これはもういろいろ考えて、うんうんうん、いい絵本にぜひしていきたいなと、うん、なんか子供が学べるものにしたい、ね、そうですよね、いろいろ恥ずかしくて言えんとかさ、そういう確かに思春期も今後迎えるしさ、うんうん、何でもね、あの素直に言おうみたいな、うん、言葉で伝えようっていうね、いいかもしれない、ちょっと面白くないですか、面白い。、うん、はい、これ徹夜で、まあ、約8時間かけて作りました、うん、いやもうそれを俺ずっと待っとったと思う。そうよ、まあまあまあこれならいい、まあいいいい、あ、よかった、うん、よかった、いいと思います。ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございました。いや面白かった。あ、本当、うん、あ、よかった。ありがとうございました。500か、500よろしくお願いします。お願いします。